回でもあの車朝やったことがちゃんとできれば。その終わった段、終わるとですね、やっぱ車の性能はこういうことなんだなと、こうすれば、操れるんだなっていう基本的な部分がですね、まあ、理解できるようになってます。まあ、4月以降ですね、これを、定期的にシリーズ化して、きっちりこうストラクチャー化してですねやる予定です。でその先はですね、実はこういったソフト面を完成させて、パッケージ化したものを実は海外にも展開したいと思ってます。という意味で、まあ、ニスモのロードカーの車の部分と今度ソフト部分というソフト部分の一部がこれになります。で今実際ユーザーさんに参加してもらってプログラムを完成させたいなとそういうふうに思ってます。